佐藤美久の女優道始まります。皆さん新年明けましておめでとうございます。佐藤美久です。9年中は、この番組をご愛顧いただきましてありがとうございました。放送日の関係で新年のご挨拶が遅れましたこと、ご容赦いただきますとともに本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。さて今年の、お正月はと申しますと、令和初の年末年始ということで、お正月だったわけですけれども、2019年年末ですねは、事務所の、忘年会もありまして、日頃から、お世話に、なっている方々が、来てくださいまして、そして元アイウィッシュの、音楽プロデューサーなおさんもですね大変お忙しい中、お足を運んでいただきまして本当にありがとうございます。さてそしてですね、その忘年会を終えて、そこから、新年明けるまでですね、掃除に明け暮れておりました私は。もうちょっと物をね溜め込んでしまうタイプなんですけれども私自身が、もう本当に漫画であったりとか、いろいろ物が多かったのでもうちょっとねもう2020年令和、2年目という2年になりましたので、ちょっとね片付けなきゃいけないということで、片付けを頑張っておりました。そして、お正月1月1日は普通に家で過ごしておりました。そしてお雑煮もね母の手作りのお雑煮も食べまして、はい、普通に過ごしてました。テレビ見たりとかで、はい、で2日はですね1月2日は、私の母方の、祖父が、お誕生日で、毎年ね1月2日、行かせておばあちゃん家に、行って、おじいちゃんの祖父の、お誕生日会をさせていただきました。本当にね、2人ともというか、祖父もですね、2人とも仲良く元気で、行っていただければなと思います。はい、そして、3日からなんと1月3日からありがたいことにお仕事始めということで今まであったかなあったかなどうだったろうっていう感じなんですけれども、私がね、佐藤美斗という、ネットアイドルという設定でというかネットアイドルで、ネットアイドル設定かな、生配信をねさせていただきまして、もう1月3日なのに、というか1月3日から皆さん本当にたくさんの方がねご覧いただきまして本当にありがとうございます。今年もね頑張らせていただければなと思っております。そして、1月6日にですね新浅草歌舞伎にですね新春浅草歌舞伎に、去年に引き続き、行かせていただきまして感激させていただきました。本当にありがとうございます。そうですね、詳しくはねちょっとねまたね来月ねちょっとお話ししようかなと思っておりますので、ぜひぜひ皆さんまた来月もねお聞きいただければなと思います。ということで結構新年2020年からこうねお仕事もあったりとかありがたいことにね、今年もねそうですね私の、2019年は、海外でのね上演もさせていただきましたので、今年ももし機会というかこう何かこうご縁があれば、海外でのね上演もねさせていただけたらなというふうに思っておりますので、その分ね私ももっともっと頑張っていかなければいけないんですけれども、そうですね日々ね精進させていただければなと思います。頑張ります。では最初のコーナーはミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月、営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを1ヶ月遡って紹介させていただくコーナーです。先月もいろいろな、現場に出演参加させていただきましたのでご報告させていただきます。2020年も毎度のことですけれども2020年も、守秘義務のため、詳しくは申し上げられませんけれども、一つずつご紹介させていただけたらなと思います。まず一つ目はですね、まず最初はですね、テレビ朝日、毎週木曜日夜、9時から放送されておりました、大人気ドラマにですね、クラブのお客さんとして、参加させていただいて参加させていただいたんですけれども、最終回の1回前の、
1回前で、前回ゲストの国久保亜美ちゃんと一緒に映っていたんですけれども、まあ、予告編みたいな感じでこう映っていてすごい嬉しかったんですよ。あ、これはオンエアめすごい楽しみって思ったんですけれども、なんと本放送ではですね、まさかのカットだったということで、いやでもすごい、でも奇跡というか、なんだろう、なんていうか、そこの部分を使っていただけたっていうのがすごい嬉しかったです。あのカットはされてしまったんですけれども、でも自分がこ う自分が映ってる、そして、後輩のね、国久保亜美ちゃんも映ってるということで、いやすごい嬉しかったです。そこのカットしか多分使われてないはずなので、いやこれはなかなかない、多分今までなかったと思うんですけど、すごい嬉しかったです。はい、なので、まあ、でもすごい、カットはされてしまったけれども、こんな嬉しいこともあるんだなっていうことで、はい、ありがとうございます。そして、続きましてですね、関西テレビの1月、2020年今月ですね、1月の16日木曜日、スタートの毎週木曜、深夜の0時55分から1時25分まで放送されますドラマにですね、なんと4回参加させていただきまして、ありがたいことに、本当にありがとうございます。でですね、一つはゾンビ役ということでこれがまた結構演技が必要な、まあ参加させていただいている身なんですけれども、すごいなんていうんですかね、ゾンビなので本当にゾンビの演技というのは多分本当に初めてだと思います初めてだな。でゾンビメイクもメイクさんにしていただいて、すごい何て言うんですかね、こう血のりとか、はあと思いながらドキドキしながらメイクしていただいて、本当にゾンビっぽくしていただいて、嬉しいなって思いました。はい、でね、こうゾンビの感じでお願いします、すごいこうエキストラ側に対してもすごいたくさんこう使っていただける現場でもあったので、それもすごい嬉しかったですし、まあオンエアがとにかく私は楽しみでございます。ネットでは結構なんか TVer でも見れるっていう風に情報が入っているので、すごく楽しみです。はい、でゾンビメイクもね、すごい、でもすぐ落ちるゾンビメイクで、結構メイクしていただいたんですけど、まあ、こんなすぐ落ちるんだっていうのが、それはまたちょっとびっくりでした。はい、そして同じくその、ドラマなんですけれども、まあ、喫茶店のお客も、やらせていただきましたし、あとはですね、白装束、白装束わかりますかね皆さんね、で、なんか村人のお役もね、で参加させていただいてもいるんですけれども、あんまねストーリー言えないので何とも言えないんですけれども、まあ撮影場所はちょっと結構、まあ、山奥かな、うん、でね、本当にたくさんの方々と一緒に、出演者の方々含め、皆さんと一緒にですね、その山奥でこう土を張ったりとか、させていただいて、すごい楽しかったです。はい、こうね、年2019年最後、結構本当にたくさんの、参加もねさせて、同じドラマで4回って結構ね本当ありがたいなっていう風に思いますし、こう演出家の方にもこうお名前もね、私の名前も覚えていただけるぐらいだったので、それもやっぱすごい嬉しかったですね。またね、2020年もねこうやってね同じ作品でこう何回もね、参加させていただけたらなというふうに思っております。そして、続いてですね、ボイストレーニングに通っていますということで、まあ、この後のね、コーナーでもお話しさせていただきますので、まあ、なかなかここではね全部お話しできませんけれども、私、まあ、自慢っぽくなっちゃうんですけど、結構なんだろう、自分って素直だったんだなっていうのが気づけました。意外と頑固な部分あると思うんですけど、自分って結構素直な人だったんだっていうのが分かる、ボイトレの、ボイストレーニングの、ね、期間だったので、ちょっとそれもねまた次のコーナーで、ね、お話しさせていただければなと思います。
さて続きましてですね、ここ市川ララ FM さんで、放送させていただいておりました北野しおりのリアルドライ、最終回を迎えました。多くの方々にですね、ご協力そして、たくさんの方に、支えていただいた番組だったなというふうに思います。あと約1年2ヶ月ですね、北野しおりちゃんと共に、貴重な経験をねさせていただきまして本当にありがとうございます。ブルガリアに、行かせていただいて私の主演映画、22世紀グアもブルガリアでそして海外でね、上映させていただける、いただけたということで本当に私の人生もそうですし、女優佐藤美久の人生でもいやもう素敵な、経験を作らせていただけたなというふうに思いますので本当に皆さんありがとうございました。リスナーの方もね本当にありがとうございました。はい、続きましてですね、なんと新番組、誠の間が、収録ございました。この誠の間、新番組ということでこの、ここ市川うらら FM さんで、毎月第2、第4、第4、日曜日お昼の12時から、放送でございますのでぜひお聞きいただければなと思います。この誠の間カタカナで誠の間と書くんですけれどもこの番組はですね、サブカルチャークリエイティブプロデューサーの、誠さんと、一緒に、番組を作らせていただいて番組をね、始めさせていただいております。写真や音楽、サブカルなどについてですね、頑張ってるクリエイターたちの、発掘そしてこう誠さんが、手掛けてらっしゃるプロジェクトなどをこう紹介する番組でございます。でその、誠さんのこだわりに加えて、私の個人的なね趣味も、ちょっとねこうお話しさせていただけたらなというふうに思っておりますという番組でございますのでぜひ皆さんお聞きいただければなと思います。そしてね映像配信版も、アップしていただく予定ですのでそちらもねぜひぜひご覧いただければなと思います。よろしくお願いいたします。さて、続きまして、そうですね、こちらはですね新作歌舞伎風の谷のナウシカを感激させていただきました。まあ、皆さんご存知映画、風の谷のナウシカね多分ご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、その、風の谷のナウシカ私映画でしか知らなかったんですけれどももともとはこう漫画が原作で、映画はその漫画の中の、一部分というか、を、映画にされているということだったんですけれどもこの歌舞伎での、風の谷のナウシカは前編の、原作の漫画の前編を、歌舞伎にして、舞台公演があったということで、その、初めて、その谷の風の谷のナウシカのこの全貌そうを、知ることができたというかこんなに深い話というか、映画の部分っていうのは結構序盤で終わってそこからもういろんな私の知らないキャラクターがすごいたくさん出てきてこんなに壮大なるお話だったんだっていうのを初めて知りましたしちょっと漫画読みたくなったなっていうのをすごく感じました。すごいたくさんの満員御礼というかたくさんの方々がご覧になっていてそして、この、風の谷のナウシカにですね、尾上松也さんが、出演されておりましてなんと楽屋にですねご挨拶もさせていただきまして本当にありがとうございます。もう嬉しい限りでございます。で私が一番もう圧倒というかすごすぎるって思ったのが、その、尾上松也さん演じる、ユパっていう、役と、そして尾上右近さん演じる、アスベルがですね、本物の水を使った、立ち回りがあるんですけれどもいや本当圧巻すぎて舞台上で本当の水がこう飛び込む瞬こう立ち回りがあるので、飛び込んだりとかこう水しぶきが この客席側まで飛んできそうな感じがいやもう圧巻で
ものすごく見入ってしまいました。はい、なんかもう一回そこのシーンみたいなっていうぐらいものすごくかっこよかったです。はい、そうですね、本当にこういうね、またこう歌舞伎のねお芝居ね、たくさんまた今後で、ね、見させていただけたらなというふうに思っております。そして続きましてですね、こちら先ほどねお話しさせていただきましたけれども、ネット配信番組ネットアイドルカタカナ佐藤水戸で、ただいまファイナルファンタジー7に挑戦中でございます。もうたくさんの方々に、あのコメントをねいただきながら頑張らせていただいております。攻略本を見ずにあのやっているので、あのここどうしたらいいのとか、例えばなんか迷路みたいなところがあったら、ここどういうなんか暗証番号なのとか、そういうのをもうほんとたくさんの方に教えていただきながら、それを攻略本と読んでんのと変わんないんじゃないってよく言われるんですけど、でもこう皆さんとこう話ししながら、こうねあの画面をね通してねお話しながら、やっていくっていうのもすごく楽しいですし、本当にたくさんの方にねご覧いただいてまして本当にありがとうございます。こうなんというかいつもご覧いただいている方もすごく増えてきていて、本当にありがたいなというふうに思っております。今後もね頑張らせていただければなと思います。そしてこちらもねちょっとお話しさせていただきましたけれどもね、2019年の年末にですね、忘年会ございまして、本当に、日頃からねお世話になっている方々に来ていただいて、楽しく、お食事もねさせていただいて、楽しくお話もさせていただいて、カラオケにもね行かせていただいて本当にありがとうございます。2020年もどうぞ、よろしくお願いいたします。さて、この1ヶ月といいますか2019年12月ですね、全体振り返りますと本当にもう最後の最後まで、お仕事もねあのさせていただきましたし、そうですね、もう締めくくりというかもう実感がなかったんですね。とにかくもう2020年になるんだっていう実感がなかなかなかったんですけれども、本当に、2019年本当に皆様ありがとうございました。以上マンスリーダイアリーのコーナーでした。映画主題歌リリースへの道。さてこのコーナーは昨年末まで撮影がありました、私も出演させていただいております映画ラストソングはの主題歌を、なんと私が歌い、リリースまでしていただけるということで、今回の楽曲の、作曲の作曲とプロデュースをお願いしている元アイウィッシュのなおさんにですねご紹介いただきました宇津先生のところでの、ボイストレーニングの一部内容紹介、そして、成長ぶりと、途中経過をお伝えしていこうというコーナーです。ということでね、先ほども、ね、少しねお話しさせていただきましたけれども、まあ、前回をちょっと、おさらいしますと、まあ、ハミングが大事だよ鼻のね、鼻を響かすうーんというハミングが大事ということと、あと4拍子1、2、3、4、この1この1拍目が大事ということ、そして、高い音こそ強調する、低い音を強調するのではなくて高い音こそ強調すること、そして、体を、口と、お腹をこう近づけをさせることによって高い音が出やすくなるっていうのをねお話しさせていただいたんですけれども、いや本当にボイストレーニングがの日々が楽しくて、私自分がこうちょっと成長できてる実感がその場その場で感じることができるので、なんというか本当に前からも言ってるんですけど、あの魔法にかかった感じが毎回あって、とっても楽しい、スカッとするというか楽しいです。はい、でまあ、先ほどもねなんかあの私ちょっと素直な部分あったんだっていう話をさせていただいたと思うんですけれども、本当にこう宇津先生がおっしゃっていただいたことをもうそのまま、私も本当にちゃんとしたボイストレーニングっていうのは本当にこの宇津先生に、教わっていただいている前は全くなかったので、教えていただいたことをそのまま素直に受け入れることがすごくやっぱ大事ですね。まあ、皆さんがもしねこうなんかこうボイストレーニングとか行く機会がねもしある
のであれば、やっぱりその先生が言っていたことをこうやっぱこうなんていうんですかね、素直に受け入れるっていうのはすごい大事だなっていうのはすごく感じましたね。で、まあボイストレーニング中に、まあある一曲自分で高校のこの曲を練習したいっていう曲を一曲決めるんですけれども、その曲を、じゃあ最初じゃあ歌ってみてっていうことで歌わせていただいたんですけど、1番というか1番が終わったあと先生がピッて止めて、どうしたのっていうぐらい、私がすごい高い音、今まで高い音をどうしても裏声に逃げがちだったんですけれども、それをパーンと出せるようになってたんですよ。自分でもびっくりしたんですけど、歌ってて宇津先生どうしたのっていうぐらい驚いていただいて、すごいじゃんというふうに褒めていただいて、いやもう本当になんというか自分でもちょっと鳥肌が立ってしまったぐらい出てたみたいな感じで、はい、というふうにこう喜んで、こうやっぱ素直に受け入れることが大事なんだよっていう風に宇津先生もおっしゃっていただいて、すごく嬉しかったですし、大事だなっていう風にとても思いました。で、そこから、もうちょっとねレベルアップしていこうということで、例えば、長い音であーって高い音で伸ばす瞬間が、歌の中であると思うんですけれども、例えば、なが一番高い音で伸ばしたい音っていう時はなってあるじゃないですか。でなの母音って、なあなああなんですよ母音を、伸ばした方がすごいうまく聞こえるんですよ、ね、なじゃなくてなっていう風にやっていくと、すごい綺麗にっていうか、いきなりその高い音をパンって出すんではなくて、ちょっと、落ち着かせてっていうか、ちょっとインターバルというかをあった方が喉も痛めにくいし、綺麗に出せるっていう風に教えていただいて、なので例えばラだったらラアとか、ミとかだったらミっていう風に出していくと、すごい上手に聞こえます。はい、し、聞こえますし、歌ってる側としても、すごい出しやすいです。なので皆さんもね、ちょっとねちょっとチャレンジしていただいて、ここの音出ないんだよねっていうところはぜひ、ね、ちょっとこれをねチャレンジしていただけたらなというふうに、思っております。で、なかなか人の前で披露することはなかったんですけれども、2019年の、忘年会の時にですね、皆さんの前で歌わせていただくことがありましてですね、そこで私の事務所の社長がですね、うまくなったねっていう風に率直な感想をいただきまして、なのであ、よかった、うまくなってると思いながら、本当に勉強させていただいてる甲斐があるなという風に、はい、思っておりますので、またね引き続きもうちょっとねこうもっとかっこよく歌えるように頑張ってまいりますので、ぜひ皆さん応援していただければなと思います。よろしくお願いします。以上、今月の映画主題歌リリースへの道のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに関しまして、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私佐藤美久オフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そしてお聞きの皆さん、どうかこの番組へのご意見ご質問感想などお便りを送りいただきますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 佐藤美久の女優道までお待ちしております。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。